ムアンスラートターニー軍は、台南部にある軍。スラーターニー、スラタニーとも、スーラートターニー県の県庁所在地でもある。名称、スラートターニーは1915年、ラーマ6世に寄り付けられた。意味は、良い住民の住む町である。それまでは、バーンドーンという名前で知られていた。バーンドーンは2004年現在、スラートターニー県の面する海域の名前として、 バーンドンワンという形で使われている。スラートターニーのラックムアン1897年、着リー改革により地方行政が改革され、現在のチャイアー軍やカーンチャナディット軍を合わせ、当時、バーンドンと呼ばれていたスラートターニーに行政の中心が置かれた。その後1915年にラーマ6世によりスラートターニー軍に改名された。百三十八年、 県庁所在地と県の名前を合わせるべしという政府の政策によって、ムアンスラートターニー軍と改名された。スラートターニーは、サレジオ会により布教が行われた南部のカトリックの中心地でもあり、ローマカトリック教会の司教区、スラートターニー教区が設置されている。スラートターニー教区は1969年に設置された。スラートターニーは、バーンドーン湾に面し、 ターピー川の形成したデルタに位置する。国道401号線が東西と市街地の外観を通っており、東はカーンチャナディット郡、東はプンピン郡とつながっている。南に国道44号線が通っており、クラビー方面とつながっている。サバナ気候であり、1月から4月の間は寒気で、10月と11月は雨量が多い。 バンコクなどと比べると、雨季の期間は2ヶ月ほど長い。タイランド湾に面した海港があり、タイ南部の中核都市の一つである。2004年、アンダマン海の都市、クラビーからスラートターニーへ抜ける国道を44号線が開通した。これは、インド洋から来た貨物船がマラッカ海峡を通らずに、クラビー港で貨物を下ろし、44号線を抜け、 スラートターニ港で待っていた貨物船が貨物を積み直し、南シナ海へ抜けるという海運の短縮路計画の一環であり、タイ政府はこれによって南部地域の経済振興を促そうとしている。また、チャイヤー国やパンガン島、サムイ島などのスラートターニ県内の観光地への中継地点でもある。このため、鉄道駅、バスターミナル、スラートターニ空港、 アジアハイウェイ2号線などが整備されている。スラートターニー軍役所軍内には11のタムボンがあり、さらにその階に59の村が存在する。停車バーンが設置されており、以下のようになっている。また軍内には9つのタムボン行政隊が置かれている。ありがとうございます。